皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もダークソウル3遊んでいきましょう。さあ前回に続いて終盤の大型マップ大諸侯攻略中です。で前回ねちょっと無理をして片っ端からショートカットを開通させました。今回のパートは多分ねボス戦もできると思います。まずこっち多分来てないかな。ここじゃない、こっちではない、これではなくてこっちかな。すいません、ちょっとボケました。これでこういってそこですね。多分今のあの開けてくれる動作だと思う。あっ、待って、来るのかよ。おい、マジかよ。くー、危ない。これどうすかな、片手にして振っていく。はい、よし。で、これ乗って、まずここね、こっからですね、こういって、これやる必要あるかな、倒す必要がある、多分。うわ、くそ、しゃあない。で、これ登って、これで、そこも一人。あぶね、今のぶね。よしよし。さて、ここね。これ前回これ終わりました。こっから先だな。確かここら辺ってなんか強キャラいたよね。そこに早速いらっしゃるわ。多分3人ぐらい。他いる？これ釣り出しできるかな？できれますよね。ちょっと、君来なさい。これ人間？敵もこれビビるわな。あ、いいね。何？速射タイプ？来ないの？マジかよ。あー待って。これまずいんじゃね？ 3 人来る。この3人これまずいって。この3人衆は。これどうすかな？これなんか最高にやばくない？最高にやべえ陣形だな。しかも、引くに引けない。これどうしよう。1人。とりあえずほら、怠慢しよう。そうそう、帰んなくていい、帰んなくていい。こっち来なさい。怠慢しよう。ほら。早くないですかこいつ。びっくりした。多分我慢。ウォークライ。一発振らせてどんなもんか。二発。だ、強靭はそうでもない。ならば、強気に行く。エストダメ。エストダメ。戦い終わんないやつ。よし。まず一人。問題その嫌だな。あれまずいな。あと、これもね。おお、ぶらぶらぶら。禁欲モーション縦配。一発半分食らったな。重なって。そこいけないじゃん。これ困ったな。そここれマジでいけんす。これどうすんのこれ。ずーっとピュンピュンやってんの。あ、いいよいいよいいよ。ついに、近接に目覚めたか。ここまで、この縦の表示これいいっすもん、これ。はい。くー、こんななんか魔法の雨の中で。多分これでどう？エスト。あ、消えたね。で、これならば殺せる。はい。かっこよく飛んだんだけど。かわいそうに。よし、二人目。おにぎりと、ウバナチ。これ前にあったね。なんだっけ？ウバナチ。確か前にあった。うわ、上から来る。はい。これ寄ってって、上から？もう一発。いや、ここでパリーがからの魔、パリーからの魔法か。新しいな。斬新だな、君は。しかし殺す。せい。いや、うまいね。お前なんか戦士になれよ、もうお前それ。なんだこの人。いた。よし。やったぞー。君は戦士向きだな。で、最後にですね。と、エストビン。それ4万か。結構もらったな。ちょっと、一旦この辺で、装備。これ見ておきます。
まずこれね、禁欲紋章の盾。禁欲紋章の彫られた青い騎士盾。魔力を帯びたブルーシールドの中でも特別であり、魔力カット率は高く、また魔法弾く。で、宣言魔法パリと、これね、古老の結晶杖。結晶の古老として知られる双子の同士が、マナ弟子クリームヒルトに授けた結晶の杖。結晶球は使用者の意志を喰らうと言われ、宣言の消費 FP を大きく増す代わりに、魔術の威力をより強化する。で、宣言を追加延焼。で、これは最後の3つ目、おにぎりと乳鉢。王の黒い手と呼ばれるカリウドの総統、王子を守ったカムイの獲物。で、これも総統武器の一つ。おにぎりを携え、虫側にたどり着いたカムイは、そこで乳鉢を打ち、王のカリウドになったという。で、宣言おにぎり。前方にふわりと飛び、二頭で傷を開くように切り捨てる。これ、つまり王の黒い手。多分ここに全員集結したのかな。で、多分その理由ってのは王子を守るため。今のところそうね、3人プラス1人だと思う。これもローかな。多分、ローまみれ。こんなしちゃって。これはこれ騎士ね。黒い手ではない。あ、で、それがねかな。多分、ショトカかな。これね。これがあの、かがり火か。となると、この先ボス戦かな。ここら辺のね、この構造、これあんまり記憶にないです。よし。これで、こうなりました。これどうしようかな。それ4万。1回レベルアップできるんだけど、まあいいか。このスリルがね、逆にいいんだ。先行きます。さよなら。これそうか。こっから乗るためのこれね。こうね。この像もほら、これ不気味だな。多分、手がない。これなんだろう。なんか、巡礼者に近いような気もしないでもない。これね、ほら、首がニューッと伸びてて。こっちは王様かな。こっから上行ける。ちょ、待ってな。これは？あ、これでこの上のとこね、これ確かなんかすんごい強い子いたような記憶があるんだけど、そっちね、確か覚醒の羽騎士かな。あ、危ない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 、よそ見してた。下の底のあれは大丈夫ね。下も行けるんだけど、ここだ。これ超行きたくね。これこっちに行けるね。こっから行っとく。そこの太陽ね、あれまんまダークリングなんだな。多分意図してのことだと思う。くー、ここのどこだ、どっから来るんだ敵は。これ絶対行きます、絶対行きます。うわー、待って、ここなんかすげえ来そう。ここ。え、来ないの？いや、これ多分取ろうとするとってパーティーんだろ。え、違うの？あ、エストだ。ここで？俺来ない。逆に不安になるやつ。来ませんね。ん？どのタイミングで来んの？ひねね中かな？ひたすらこの外周をね、ぐるぐる回ってるだけという。退屈だろ。さすがに退屈だろ。これで一周かな。あ、待って待って、な、あ、音がした。これで来る。どういうタイミング？痛い、見えなかった。貫通はダメだって。これ回避だろ？待って、ちょっと、お、あれだな。ディレイぶりね。3発目。で、さらに来る。なんだこれ。回避。これ爆スになってねえのか今の。回避回避。で、3発目どっかに来る。はい。見えた。うーわ、またそういうなんか変な、よくわからない。あれか。甲虫か。よし。とりあえず1人。ソウル5万6000。5
5万6000はでかいな。そこに1匹こいつね。これ投げんだろ。そう知ってる。前食らったもん。あ、まずい。よくばった。2発からの3発。4発目来る。はい、1発、もう1発かな。はい、これ欲張っちゃダメなやつ。あ、まずい。これいた。回避してから寄ってって、よし。もう一発。あ、ラスト。よし。さてさて。いいよ。非常にいいよ。見切ってるよ。と、最後。こいつね。左の底怖い。また斧か。あ、そう、欲張った。3発。いやー、ちょっとタイミングを誤った。ちょ、見えね見えね。あぶれ、これあぶれ、これあぶれ、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 よし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 。どのタイミングで来るこいつ。バックスター、よし。こいつバックスターね。で、溜めて今日、よし。で、これしっかり回避揃ってからのこれね。いや、だからそう、振りがよくわからん、こいつ。これバックスター。あ、逃げた。よし、やったー。待って、これで現場か。多分3人倒した報酬かな、現場ね。これ本編では確か8個です。最大8個。こっから下に蹴ると、こっち、これはこっから上行けんだな。先にこっちかな。うわ、ここ何、これ何、この空間何、これ最高に無駄な空間じゃない、何これ。そこの足場かな。ここから上行こうか。これでカニュード、ヌイビアね。これがねか。多分山中。その最後。これ見とく。これはカニュードの指輪。カニュードの姿が刻まれた肖像の指輪。技量を高める。カニュードは古くよりロスリックの黒い手であった。山中に対抗し、また密かに剣するために。代々の王たちは黒い手を頼んだのだ。これはその山中へのカウンターっていうのかな。暗殺係。こうなると何？山中。もう一個は。これで、こっから、ここへ行けるね。ここね。そこの下はこれどうなって、あ、また、ちょっと待ってよ。これどうなってんの？天井のこの梁っていうの？あと何？そこにアイテム、そこに？あ、あ、あ、びっくりした、びっくりした。あ、で、これはその、幽閉されていた。これ死んだの？天使の甲冑、これ見とく。これね、天使の甲冑。天使の娘、ゲルトルードの奇跡。周囲にいくつもの光の柱を落とす。王妃の聖女であったゲルトルードは、彼女の言う天使にまみえ、その物語を知ったという。彼女は光と声を失い、だが物語を知り続けた。常人には理解できぬ破綻した駆けつけの山が、ロスリック天神皇の源流となったのだ。なるほどね。これはその異端とされた理由ね。これもなんていうかな、ほとんど狂人っぽくなってたんだ。うわ、これ待って、これ、こっ、あ、いいね。こっからパーッといってスッと取って祝福の奇跡。ちょっと待って、なんかこれさ、このさ、1段階下にさらにあるじゃない。スッ、これ回復かな。うーわ、そこに変な人いる。これやっとく。他になんかあんの？こいつね、これ、見てかわせるか。よし。せい。もう一発。よし。で、これで、こう、こう下って。ここ何？これは、多分行ったことない。ん？宝がある。こんなとこに。祝福と光るくさびし、まあ普通かな。
で、これであの一通ね、ここからこう、こう行きますと、ここどこっていうか、あ、できたできた。ここどこだよ。え、これガチどこ、ガチどこ案件。あ、ここね、ここに来る。となったらこれ一旦帰還かな。ここね。よし。これは帰っていいでしょう。で、今回、持久と筋力、これでいく。さて、で、これでボス戦だ。行こうか。楽しもうか。あと待ってね。かけらだ。エストロン。これもう一個かな。多分15はマックスです。よし。これ残り1個。こっから先どこだろう。多分この大食は最後のマップかな。ダンジョンとしては。早く、早く来てよ。下はないね。いや、そこあるけども、あれは違うかな。多分さすがに剣は。落ち着きがない。さて、これで今回そっちね。ここもないかな。さっきあの落ち着きがないあれで思い出したんだけど、貧乏ゆすりってさ、なんかネーミング的にあれすごくない？結構ひどい名前だと思うんだけど、ただあれ本当にね、お金持ちの人って多分あれしないもんな。貧乏ゆすり。これで、これ駆け抜けかな。ここは結構敵いるね。痛い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 って結構いる。そこそこいるぞ。待って、これ激しくない？ここは駆け抜けていいでしょう。うわ、こんないる。ああ、危ない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 。で、扉か。早く早く駆け込み出ろ。早く。よし、めっちゃ来てんだろうな。え、これどうなんの、これどう入るんですかこれ。うわ、これ先があるじゃない。結構あるじゃない。危ないよ、もう。密ですよ。一発回復してからの、こっち。Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you.The mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. さあ、ボス戦ね。こいつなんかね、だいぶ強かった記憶あるな。まず、アニオージ、ローリアン、後ろか。やるじゃない。一発回復。そう、なんかバット的なフリーね。一発。欲張らずに行こうか。で、後ろか。どこだ、どこだ、どこだ。うわ、そっから来る。でかいの来る。危ない危ない危ない。神回避。振らせて取る。もう一発？よし。最後。かわして一発。欲張らない。一発切ってちょっと様子見るって感じだね。で、振ってきたら即座に回避ね。はい。スタミナがない。回避。回避。一発。あ、で、これはあれだろ？あの、なんか必殺切りで来た。危ない。あ、でも胸回復しちゃった。すいません。ぶっちゃけする必要なかった。で、これ分か。なるほどね、見切った。回避、回避からのスタミナ貯めて、
いや、それは分からんかったね、今の。好きね。楽しいな。いや、そっからドン来る。ただ、よし。Dear brother, I'm on my way. My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would, for that is our curse.ちょっと待って、これ回復かな。先に回復させてください、すいません。ちょっと待って、これエグいよ、これ。二人か。先にどっちか片っぽやる必要があるんだな。まずい、これ、あれ、レーザーね、多分。あぶね、一発回復して、と思ったら、なんか、背負われてんのか、あいつに。個別撃破っていう感じじゃないな。回避、あー、回避できてない。回避、危ね、危ね。いや、これ強っ。これ強いわ、これ。普通に強い。わしの成長を上回っとる、こいつは。うわぁ、それ痛い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 。あ、待って待って。危ない危ない危ない。うわ、これきつい。危ない。神回避。なるだけのデータを得てから死にたい。あ、で、こいつってね、確かなんだっけ、HP 回復するんじゃなかったっけ。これどっかね。危ない。あれ、空のこの、ポンポン来る。これいいよ、もう。光ってから飛んでくるのか。一発。危ねえ。あ、まずい、振っちゃった。回避回避を一発振って、で、ドッカンビッタン、どこやった。はい。よし。あれ、空のそう、レーザーね。あれ、正面か。なるほど。あ、なあ、今のはない。今のロックできなかった、クソ。クソった。今の回避したよ。当たってんだけど。回復、ちょっとね、引っかかるな、こいつ。回復してから一発だな。で、くたばらせたからの、こいつか。復活ダメ、絶対。いてぇ。で、なに、もうワンセットやれと。まだ見切ったからね。回避、一発。回避、一発。回避、今回避し、まあ、できてないんですけど。あれ、これ、どっかんね。はい、押して、パターン違うじゃん、さっきと。おい、ずるいよ、そんなの。せっかく覚えたのにな。回避回避。危ない。これラストかな、ラスト。危ねえ。はい。声出していく。ね、ほんとに声出すと勝てます、このゲーム。マジで。よし。これで一旦じゃない？ほら、弟、降りてこい。な、無敵じゃない、こいつ。おい。あれ、勝ったの？あれ？終わったの？とどめは？いや、ただ、とどめは？これで終わり？あ、そう。なんだろう。ちょっと拍子抜けな。とどめ刺さなくていいの？多分、倒してないよね。今の。で、かがり火。これ、オーシスかな？あと、床のこれね。多分、羽かな？これなんだろう？ほら。多分、天使か何かの羽ですかね？に見える。で、この場所が掃除。ロスリックの兄弟王子。ちょっと待ってね。先にそうだね。これ見とく。これは掃除のソウル。
滝の王たるを拒否した二人の王子は、すべてを遠ざけ火の終わりを待っていた。そのソウルは呪いにより分かち難い。で、こっちはその焚き木。王子ロスリックが残した王の焚き木。王が玉座に着くならば、その焚き木をつかせればよい。資格者を求めたロスリックの血の営みは、やがて人を外れ、おぞましい所業と出した。まさに杉とは呪いの道であろう。この人の道を外れた、これ具体的に何やったんだろうね。これに関してはそうね、明確にしない方が想像の余地があるね。深みというか、一体連中何をしたんだっていう。で、まず、ルドレス。ちっちゃい人。A heart that returned, and a fine day it is. So. で、今回2つです。まず、ロスリックの政権。と、もう1個、ローリアンの体験。このお兄さんの方っていうのは戦う係だったのかな。で、後に弟の呪いを受けた。そうね、作るんだったらこっちかな。炎属性。Now, now. Do not. さて、で、これでもって、全部かな。5個ね。この人。Well, hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger.Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith, survivor of the land swallowed by darkness. He has been a prisoner for many ages in the deepest cell in all Lothric. さらに、これでリフト部屋の鍵。I can see it in your eyes.これどこだろう。 If you didn't invade, didn't pillage, whatever would you do? ちょっと待ってね。とりあえず見とく。リフト部屋。地下に続くリフト部屋の鍵。ロスリックで最も深い地下牢に続いている。そこには闇に滅んだ古い小国の生き残り、ダークネスがずっと囚われているという。これそうね。後で行ってみる。ダークネス。と、ここに、ここにほら、こうか。これ不気味だな、おい。最も生々しいな。これで、これで全員、やったよ。これで、カボタン。あ、これで何？移動するんだ。そうですよ。All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lords' embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire.Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir.
Let him grant death. To the old gods of Lordran, deliverers of the first flame.
Well, look at you, the luckiest man in the world. I just got hold of some truly fine treasure, and for you, I'll practically give it away. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Now just wait. That's the best you can do? Bloody hell! Yeah, keep those purse strings nice and tight. So tight they choke you. じゃあそうですね、今回は時間の切れがちょうどいいんで一旦これ終わりにして、で、次回ね、まだ行ってない妖の庭、で、さらにそこから先だったっけ、コリオンの頂に向かっていきます。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回ダークソウル3でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。